ございます。あいにくの雨ですね。さあいよいよ6月11日がやってまいりました。今日は APS カップの赤羽シューティングクラブ主催、一応私が主催者ということですね。それのね、何でしょう、公式練習会、今から行ってまいります。まあ、昨日ね、ちょっとうちの方で、練習が今回できるんですよ。打ち終わったんでね、試合終わった後ですけど、試合後練習っていうのができて、それの、準備で昨日は行ってたんですけど、本当はね、動画も撮りたかったんですけどね、デジカメ、GoPro ね、持ってったんですが、撮ってる余裕なしっていう、全然撮れませんでした。まあ、しかし、昨日何人ぐらいだろう、全部で。20人弱ぐらいかな、方が試合前だというのに、練習にも行かず、一応設営手伝っていただいて、本当にね、本当涙がちょちょぎれるよ。古い言葉だけど、なんだっけ、涙がちょちょぎれるって。まあ、昨日、前日設営してたんですけどね。今日はいよいよ本番ということですね。なんすかね、もうなんか昨日手伝ってくれてる人たち見てたら、もう別に俺いなくても大丈夫だな、今日最悪、なんだろう、俺いなくてもこれ回るわって思いましたけど、本当そのぐらい心強い、仲間たちがいてくれて、本当にありがたいです。さて、ということで、今のところね、公式練習会ね、まあ、エントリーはね、150人いただいたんですよ。で、まあ、で7人キャンセルもらって、でお一人ね、今日ね参加の方増えてね、ですんで今んとこ144人ってことかな。まあ雨とかいろいろあるから、今日もね、まあ、当日キャンセルの方もね、まあどうだろう、3、4人いるような気もするんだけど、まあそんな感じで、とりあえずはね、でもまあ去年は138名だったんで、まあ去年よりなんとか増えるかなという感じですかね。まあ東京の APS カップの練習会、公式練習会が随分減っちゃったんでね、その分その練習会来ていただけるの本当ありがたいですね。そんな感じで今、公式練習会に向かっております。まあさすがに今日はまあ自分の打つことよりも、まあ、無事終わっていただきたい、という感想がさすがに強いですかね。何事もなくね、まあ、悪いんですけどね。まあそんな感じで今錦糸町のね、隅田産業会館サンライズホールですか、8階だったかな、なっております。さあ着きました錦糸町、がっつり雨ですね、雨降ってます。ここの立体駐車場から撮ればよかったな。割とここ錦糸町では安い駐車場じゃないかということで、結構いろんな方使ってますね。じゃあね、ああどんな風になるんだか、まあだいぶ今日は荷物先に積んでるとやっぱ気が楽ですね。これ太鼓が鳴ってるよ、なんかどん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 、あ、当たってしまう。ただちょっと早いんだけどね。すごい。さあ JRA ですね、これね、JRA のいわゆる場外馬券場。錦糸町はね、2つあるんですよね、ツインタワーみたいな感じで。で、丸井さん、あの隅田産業祭会館の建物、丸井さんのビルなんですけど、挟まれてる感じね。
なっております。今も6時40分ぐらいかな。ちょっと早めに来てみました。今日朝ね、ブルーサイ打ってみたんですよ。96点でしたね。まあそんぐらい出てくれると嬉しいですけど、どうなりますかね、今日はね。錦糸町の駅はその目の前に見えてきました。松野屋さんか。いやまあ大丈夫だろうとは思いつつも、ちょっとねやっぱ心配は心配だよね。ちょっとこっちだったか。さあここが錦糸町の駅、そしてここが、墨田産業会館。さあ着きました。もうエレベーターまだ動いてないかな。さすが早すぎたかな。ちょっと行ってみます。いや危ねえ。これテイク2ってわけじゃないんですけど、全く同じところ歩いてますが、まずね、錦糸町のサンライズホールの何許可証みたいなんですよ。今日使いますみたいな。それを車に忘れてきてしまいました。そしてなんとトイレに携帯忘れてきました。無事保護しましたんで問題ありません。いやーやっぱりなんか何かが高ぶってんのかなこれ。とりあえず無事。時間ちょっと早めに来てよかったですねこれね。ということでいよいよサンライズホールに行きたいと思います。もう何分ですか次。あ、始まるんですね。じゃあ営業名前とか、はい、はい、はい、よろしくお願いします。置いといていいですか。すいません、はい、うわ、やっぱ結構ビリだな、時間。はい、はい、はい、プレートスタンバイ。1分経過です。
分経過プレートスタンバイレディー。30秒経過。はい、山中さん競技終了です。重厚カバーをつけてセーフティーを曲げてください。
あそうか、プレートに合わせたよね。どうかな、惜しいのもあったんですけどね、タイムオーバーかなあ、ですよね、腕動いてます、ね、ありがとうございます。あ、撮ってる。そうだ、コラボですよ、コラボ。ルールなんですけども。
こんぐらい当たればよかったんですけどね。やっぱ練習一回すると当たりますね。と、ね、いうことでプレート打てるんですけど、誰か打ってくれる人がいるんでしょうか。さあ、僕はスクワット頑張ってますね。小林さんには。プレートスタンバイ。レディオ。この皆さんたちは頑張っております。いいですね。プレートスタンバイ。レディオ。ちゃんと進んでおりますね。今のところなんとか時間通り行ってます。プレートスタンバイ。ヒーローズの皆さんですね。お練習レンジも入ってますね。いいですね。こちらが試写レンジになってますね。試写場どうですか。もういいじゃないですか。でも試合はなんていうの。試合は全然ダメです。試合終わったらね、練習できますんでね。ブルーズアイ200やらないと。あれか、じゃあちょっと持ってきます。おー、すげえ。これは今日発売者になるのか。待ってなしでいいですか。はい。あ、大丈夫です。プレートスタンバイ。皆さん行ってらっしゃいますね。順調に流れております。体制で撮っております。プレートスタンバイ。この人気者。あー、満車ならず。プレートスタンバイ。してますね。レディ。
感じで練習レンジもすごい進んでおります。プレートスタンバイ。今ね、スキー教室が行われてます。すごいですね、三浦の方々がリスキーさんの仕方を聞いております。はい、こんにちはです。今日は6月12日の月曜日ですね。いや、公式練習が終わりました。結局ほとんど取れてないですよね、これね。142名の方だったんですね、参加がね。140超えましたね。そしてまあ比較的スムーズに終わったような気はしておりますが、トラブルっぽいトラブルもそんなにはなく、無事終わることができました。まあ若干ね、ちょっとシルエットのバックの布がね、黒になっちゃったんでね、これあのオープンの下ちょっと打ちづらかったかもしれないですけど、まあそこら辺はみんなイコールコンディションなんで、金賞のね、シルエットのバックの布って難しくてね、スポットライトうまく当てるとね、なんか調整できるような気もするんですけど、時間が足りないのと、あと生地調整しちゃってね、レーンによって見やすいやつと 見づらいやつってのが出ちゃうと、これはまたちょっと逆に問題なんで、全員で 見づらいものだけど、まあ、的はね、まあ、比較的僕なんかあのピクチャー貼ってるんで何の問題もなかったんですけど、プロプロの方だけには、ね、悪いことしちゃったなと思いますが、まあ、ターゲットの方はねコントラスト取れるんで、プロだとね割と狙いやすかったですね、僕はね。いやー、まあ、バタバタでしたけど結局、まあでもなんでしょう、今回ね、準備、前準備もね、ちょっと一人で助手がいたんでね、非常にスムーズに行きましたよ。助かりました。で、いざ、まあ、前日設営から当日の設営も、もう何でしょう、赤羽シューティングクラブというんでしょうか、謎の組織ですけど、まあ、改めて、いつもの皆さんの、なんだろう、もう、熟練度というかな、本当助かりましたね。そんな感じで無事終わりました。はい、高速に乗りましたね。まあ今日ちょっと丸善さんに向かってるんですけどね、まあまあこれ一応公式練習会のラストというか最後というかな、まあ、まだ続きなんですけど、公式練習会、機材はね、もうみんな丸善さんが来てくれたんで、公式の機材は、僕は今回は借りてないんだけど、あの車でね、キャビン行く必要ないんですけど、あれなんですよね、オフィシャルクラブの公式って、経費を引いたあの利益分がね、強化さんと半々になるんですよね。それで、まあ、なんていうんですか、機材。借りたりするお金をそこで、チャラにしましょうという感じでしょうかね。ですので今回も、今からお金を持って向かってるんですけど、そういう感じなんですよね。まあ本当今回もまたね、丸善さんいろいろ手伝っていただいてね、助かりました。まあ、戸田さんはね、本当ね、すごいいつも一生懸命やってくれて、他の皆さんもそうなんだけど、特にね、まあ、無事を終えることができましたよ。後半の方で若干ちょっと時間乱れたんですけどね、まあ、最後の方で良かったですね。ちょっとプレートが割れちゃったりしてね、そういうアクシデントにどうしてもね、なんつうのかな、いや、時間取られちゃってね、あれなんですけどね。まあ、去年がね、ワンターンですか、ワンターンって言ったらいいの、8分でやったんですよ、1競技8分で回してったんですけど、今回9分、やっぱ9分でギリギリぐらいですね、まあ、10分ぐらいあった方がいいのかなとかちょっと思いま
忙しかったか慌ただしかったりもしたかもしれないですけど、あんまりね待ってんのもねなんかなっていうのもあってね、あと主催としてはやっぱりなるべく夜中でも早く終わってくれると撤収作業とかも楽なんで、まあ、嫌な話ですけどね、その自分が給付にしてみたんですけど、まあ、あとなんつってもまあ何人でも受け入れようと思ってたんでね、200人ぐらいになったらもう夜も入れるかとかって思ってたんですが、まあ、今回142名ということで、まあ、なんとなくいい感じで落ち着きましたね。ねえ、来年の更新のこと考えたらまだ気が早いんだけど、まあ、またこんな感じでやれたらいいなと思って、で今回試合も練習できるようにしたんですけどね、まあ、割と練習練習も初めての試みなんでちょっと閑散としちゃうかなと思ったら、意外とね皆さん打って帰っていただいてね、そういうのも良かったかなと思って、ほっとしております。まあ本当ね、さっきも言ったけど私一人じゃ何にもできないんでね、この手伝ってくれる方々のおかげで、公式成り立ってるんですけど、まあ本当皆さんのおかげでね、ちょっとわりかしいい公式できたかなとちょっと今回思っております。まあ商品とかもうちやめちゃったんだけど、まあ、商品の代わりにね練習できる機会っていうのを商品だと思っていただいて、皆さんご自由に使っていただけたらなと思ってます。まあ、来年もこんな感じで ねやっていきたいと思ってますよ。シルエットもなんとかして打たせてあげたいなと思ってるんですが、いいかな、シルエットにやっぱりもうちょっと変えなきゃダメだね。まあそんな公式練習会でした。はい、赤羽で戻ってまいりました。経理的なものは全部終わりまして、これで車をこれで駐車場に戻したら私の赤羽公式はこれで終了ということなんですね。私のというか赤羽公式は終了って感じかな。ちょっと丸善さんでね、いろいろ建設的なお話もできて、ちょっと来月あたりまた面白いことができるかなって感じですか。まだわかんないけどね。まあそんな感じでね、本当公式練習会皆さんのおかげで、無事終わることができました。もう何回も言うけど、本当ね、なんか嬉しいね。なんというか、今回みたいなことができて本当よかったです。まあ結構練習もしてくれた人もいたみたいだし、でなんかツイッターで、検索したりしてみて、よかったなって思いました。さあということでね、まあ自分の成績もねちょっとねもういい加減上げていきたいなと思ってるんですけど、久しぶりなんだけどな、今回まくっちゃったよな、うるさい。第2ターン割とまあまあ5発目どうしようかなって悩んで、ちょっと下げようか迷ってたんですよね。で引いちゃったってな、まあまた次回頑張りたいと思いますが、赤羽投資機練習会、まあ来年もまた、まあ、ちょっと来年どうなるのかな、日程的なものは分かんないですけど、うちのね一応ね周年なんですよ6月ね。だから、まあ、周年祭とか全然できてないんだけど、まあ、それで6月って選んでるんですけど、違う月にした方がいいのかな、まあ、そんなこともいろいろ考えつつも、また来年楽しみです。まあ、本当にまた来年も赤羽シューティングクラブ、謎の組織赤羽シューティングクラブ、皆さんにはお世話になっちゃうと思うし、またねあとまあいろんなとこの練習会の人たちにね手伝っていただいてて、本当助かります。まあいろんな本当いろんなとこからまた来ていただいたりしててね、でもあと昔からやってるベテランの方なんかね、皆さん本当撤収とかも手伝っていただいて本当にありがたかったですね。ありかし
し、いい公式だったんじゃないかなと、ちょっと若干の自負もあります。まあちょっとね、今後これからは次は何だ、うちはしばらくね、ちょっと開くんですね、僕はね。で、来週か、今度土曜日、しばらく土曜日か、すぐ土曜日で静岡のね、山田匠さんって方がね、匠くんって呼んでますけど、主催する静岡の練習があるんで、ちょっとそれにお邪魔してきます。まあ、昨日打ち上げ楽しかった。なんだかやっぱいいっすね、飲んだ後じゃねえ、打った後の打ち上げ、気心知れた人たちと楽しい、なんかね、楽しくお話できて、ガンガン飲んで、まあ、若干ぼーっとしてますが、もう5時半だというのに、夕方の。いや、楽しかったです。赤羽に戻ってきてね、また飲んだんだけど、もう気楽さんで寝ちゃってましたね、これ1杯目で、すでに疲れちゃって。また公式の後の打ち上げ楽しんでやりたいとこですね。次はまあ東京でそのあったやつだと本大会かな。本大会の打ち上げと大変だね、またね。まあ今回もね、小林さんにね、セッティングしていただいてね、まあ若干ブーブー言いましたけど、いつもありがたいなと思っております。さあ戻ってきましたね、到着です。まあこんな感じで公式練習会無事終わりました。いやー、ほんとよかった。まあ、岡山帰ってきたからね、岡山の公式が2週間前だったんですけど、まあとにかくもう早く12日になっててもらいたいって願ってたんですけど、もう今日は夜寝たらもう12時になってないかなとかっていうちょっとね、やっぱプレッシャーみたいなのもあるんですけど、若干の。まあでもこれ終わってみるとね、また11日に戻りたいなって思っちゃう。祭り、お祭りみたいなもんですね。だから今若干ちょっとお祭り後の寂しさに、浸っておりますが、まあ、そんな感じですか。本当くれぐれも、ご参加していただいた、選手の皆様、手伝っていただいた、仲間の皆さん、ね、運営の日本エアスポーツファン協会の皆さん、本当はどうもありがとうございました。そんな感じで終わりたいと思います。いやー、まあ、また来年もやれるかとは思うんですけど、その際はよろしくお願いしますということで、この動画も終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いや、APS カップ最高だなと思いました。では失礼します。さようなら。